ロマンだよねドキドキするよねさあ今日は本当にちょっと気合を入れてみないとね <laughs> <laughs>、えー、はいトムさんも市若かずまくです今日もアニメリアクションしていきたいと思いますえー、今日は進撃の第7話ですね、えー、打倒曲こちら見ていきたいと思います いや、マジで104期兵団やばくね。エレンと、えー、ライナーとベルトルトと兄と,、えー、とユミル様。<laughs> これ5人、えー、巨人がいたわけですね。ってことは、まあ、他にももしかしたら言うんじゃないかったと思わされるけど、まあ、とりあえず今回、えー、とライナーとベルトルトが、まあ、それぞれ鎧の巨人と超大型巨人になって、まあ、エレンの前に出ました。で、エレンもまあ裏切り者がちょっとまあ切れて、えー、ライナーと戦う意思を見せているし、まあ、やってくれると思うんですけれども、もうしっちゃかめっちゃかだよ。<laughs> まあ、ライナーとベルトルト 疑ってはいたけれどもいや、ここでまさかね、もう最終決戦的なさ、感じになると、駅からずっと、まあ、引っ張ってきた超大型巨人もいるし、えー、まあ一応他の判事、まあ、とかもいるけれども、まあ、無理でしょとりあえず、まライナーが、えー、とエレン、まあベルトルドが他のって感じになると思うんだけれども、 誰かが死ぬ気がするんだよね。いやい、やでもな、これまでずっとさ、だって二人歩んできたじゃん、ライナーとベルトルとさ。なんかこう、悩みとか、まあね、迷いもあったようだし、まあ、ライナーが最終的にどこへ向かうのか、エレンは、まあ、無事にね、まあ、壁の中に戻れるのか、まあ、見ていきたいと思います。<laughs> さあ、第7話、打倒曲。んだいぶ静かな始まりやね。夜道か。 ライナーエレンかライナーか。あこれ、訓練兵団時代の,のお散歩じゃない夜の。うん。どこまでが嘘で本当なんだやっぱエレンを狙ってきたんでしょで、エレンはね、この2人の前で。 そう言ってるよ、ねうんそれを聞いて何を思っていたのよ本当はさお前らは故郷ってどこなんだ兄と一緒なんでしょでもユミルとはこう意思の疎通してなかったんだよねうんねえ そん時はさなんかいい感じの頼れる兄貴かなって思ってたのにさ「ねえそりゃ裏切り者が」って言うわな <laughs> いやでもよかったよそうなってくれてエレンがな奮起してくれてうんおお <laughs> でしかしでかいねベルトルトえ上半身だけかなもしかして えっと、今、ライナーとベルトルトはエレンを連れてきたいんだよね。まあ、ついでに兄も。兄じゃねえや、えっ、ー、と、えユミルか。もともと、えっ、ー、と、人類を滅ぼすつもりで壁の中に入ってきて、そしてそれが目的だったけれども、今はエレンを一緒に連れて帰れば、 そんなことはせずに済むって言ってんだよねなぜライナーとベルトルトが属しているのは大いなる石川ってことやろ帰れなくなった故郷 むずいいやー何なんだろうなこの世界の裏に隠された真相は打倒局まあバトル界やねいや頼むでちょっと判事とか指なんといて。 はめらったのかなあやっぱりミカサもうん仲間への思いがあったんだそりゃそうだよなここまでずっと一緒にやってきたんだから訓練兵団時代からねえやばいお前だけもうスケールが違う <laughs> ね動きのさレベルがすごいね 重量感がえああえもう一人誰いやいや多分また兄と同じようにいや大丈夫だよ上半身だけなのかな いやー超大型だしさ、入ってるところも深いんじゃないベルトルト。ちょっと切り裂くくらいじゃ無理な気がするよ。てかすごくない戦闘描写。ねえ、本当に重量感がしっかりあるね。ああああ、さすが。 そうだね。いやー、それフラグじゃないなんかあるんじゃないの奥の手が。蒸気か。そういえば、出てたもんな。あの、ま、エレンとやった時も。あ、やけどするレベル。 自由に出せるんだはっうん何してんのう。な何だああどうもしないほっとく もう常にベルトルトは何を考えてるかわかんない <laughs> うん。だろうねでもここに捉えてるわけだからさ解除するわけにはいかないよねうんうんそれしかないよ アルミン覚悟を決めろお,うおう。あユミルをうんうんまあ貴重な手がかりだからな兵団としても奪還しなきゃ えおー、腕がそりゃそうだよなー初心者だものエレンこないだのこう黒い巨人になれればねーあーしかし改めて見ると硬そうやねライナーエレンは普通に生身だもんなおお目いっちゃってますけどちょっとエレンさん <laughs> うーん まあねね、ほんとちょっと俺も半信半疑だったもん絶対巨人だとも言いつつもやっぱりさ言動とかがさおかしいところもあったからうん、うん、優秀な兄貴だったよな兵士だったよな うん、うん、今覆われてたあーなんかちょっと出っ張りがなんだあーとにかく硬いんだまさに鎧の巨人うん次、まあ、目はあるけどねエレンどうする 複雑な思いがあるんだろうけどな <laughs> うんまああの時破られたからこそなうわねその赤いとこ生きるんじゃないのああ な、ほんとにな、俺もそれが知りたい。うん、ほんとに。うん、ぶち切れる、エーレン。大 <laughs> きかった <laughs> やば。<laughs> エーレン、ぶち切れたな。ああ、もう。まあ、一気にいってたよね。アルミンが。 気合だけじゃ勝てないってまああくまで格闘戦になるわけだからな気合で埋められたらんあ過去かうんうん教えてもらってたことを 使う <laughs> どの口が <laughs> うまいこと力を利用してるんじゃないのうんうんこれはライナーに使うねああ おー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 締め技おおおおおおおしかしちゃんと鍛えてくれるねええすかな んおーライナー <laughs> 誰にやられたんあミカサか <laughs> まあ兄にとってこの格闘術はねこう大事というか誇りがあるんだもんね ああ2人が当たるってことおお。<laughs> あ、やっぱジャンはミカサ推しなんだ。みんなノリいいね。<laughs> いや、ミカサにしとこうよ、そこはさ。うん。でも兄が勝ちそうな気はする。でもミカサにかけたい。 うんいやいやちょっと生き抜くためにさちょっと過去から探してるんじゃないまあソマトってもともとそうって聞くもんね <laughs> 頑張れエレンうん成功法じゃ無理だぞえいや言ってもさいやもう ライナはエレン狙ってるからなんとかするしかないでおおエレンえっあっいやおーいけそうやんああ来た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  <laughs> いや 兄の教えがちょこちょこ役立つね。一気から。さすが格闘のプロ。うん。うんうんうん。本当にパワーで打ち破るのは無理だもんね。うん。おうおう。ん なあ。No. 同じステージに立てるわけだからなあ。おおうん。ああすごいじゃん、エレンさんちょっと <laughs> しかし戦闘描写すげえな。ああ巨人に通学ってあるのかな おおやったよ、まあ、回復はできるんだろうけれどもまあ、すぐは無理だよねやるやんいやでもライナーがこれで終わるとも思えんそうだね。 そうだねうんうんライナーもうちょっと痛めつけるかエレンいやーでも逆転してきそうやな、うん、音が硬い んんなんだなんだあエレンえあああああ来たのか普通にエレンやねうんど、どうする あベルトルトもうエネルギー切れかなあそっか分かってないもんないやいやベルトルトなのようん <laughs> 普通に着地したようん話にしか聞いてないもんね うんいやー無理じゃない同じ手は食わんでしょううんいやあっし,しゃべったよ <laughs> <laughs> ロマンだよねドキドキするよね嬉しいよねよかったねハンジ <laughs> <laughs> いやいや今のよかったないいじゃんハンチかわいいじゃんんんあっおおあ都心かおおおお うんうん、うん、プロレスだなこれ <laughs> プロレスアニメだなうん、うん うんやっぱ次目がうんうんうんこの脇とかね裏とかね、うんうん、うん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 いや扱えるようになったね巨人をうんお <laughs> <laughs> すげえ強くなったやエレン <laughs> あやったれやったれもううんいやもういけるいけるかましたねもう,もういやもう理想としては捉えてな話聞きたいけどおーおおあミカサがうん今きれたね およし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 おーしうん足がな行けばなおおこれはいけそうやんうんこの状況なるのは蒸気出したとしても特になうん いけるでもライナー戦士やからなああ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 いやなんかあるんじゃないのあっひざついたあ力つきた あの位置んなんだ合図ベルトルトじゃないねえ上にベルトルトがいるんじゃないああやっぱりなんだどうすんのあっ兄と同じかえ来るいや ベルトルトトじゃない,のいや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 そんなことないいやなんか意味があったはずや、うん、下にいるぞって言ったんじゃないベルトルトにんなんだなんだ何すんの何すんの

あのー、ちょっとこれまで深く考えてなかったんだけども実はこれ歴史なんじゃないのこれ目形の巨人だよね。で人がいてでそれを捉えてみんなで食べてこの力を手にしてでこれはなんだこれはふ それで暴走した人た人ち、それともどっかから来たのかなで人々がもう食われまくってあのねここ,ここ気持ち悪いしすごい嫌だ。<laughs> <laughs> で人々は新たな父へ逃げたってこと で、この女性これも巨人か予告うんエレン巨人って言った <laughs> 追うものちょっとはいというわけでと今回「進撃の巨人」の2期の第7話ですね打倒をよく見ていきましたけれども、まあ、ベルトルトとライナーが巨人化して、まあ、エレンと戦って、まあ、エレン、えー、一応優勢だったけれども、まあ、ライナーが一計を案じて、えー、ベルトルトが落ちてきましたねできっとまあ,あれで逃げられるんだろうねで次回まあえっ、ー、とミカサと、えー、アルミン海か まあ現状、エレンはもう巨人化をある程度操れるようになって、圧倒的まあ戦力差とかね、力の差があるわけだから、このエレンに追いつくために2人がどうするかっていうのを考えるんだろうね。まあ、どうなるのか見ていきたいと思います。いやー、熱かったね <laughs>。圧倒的戦闘描写だったな。はい。というわけで、えー、今日のカズマックスのエミリアクション、えー、進撃の巨人の第7話、えー、打倒曲でございました。次回、第8話、大、え、物、ー、でお会いしましょう。じゃあね。